どうも、ガラマシと申します。よろしくお願いします。今回はですね、2023年冬アニメの、これを見とけばいいんじゃないのっていうのを ランキング形式にして紹介したいと思います。はい。ということで、早速やっていきたいんですけれども、今期ですね、僕が見てるのが、第1話だけなんですけど、まだ見たのが、32 作品ということでね、今期結構多いですね。はい、やっていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ1位から言っていこうか。1位、リベンジャーですね。リベンジャーなんかね、うろぶちさん、窓マギとか作ってるうろぶちさんが脚本書いてるアニメだったんで、面白かったですね。この32作品全体見て思ったことが、やっぱ上位の作品は、セリフ回しとかに無駄がなくて、すごい分かりやすい設定とかがスッと入ってくるっていうので、見やすいんで、見て損はないかなということですね。1位から10位ぐらいまでですかね。はい。全然見てもいいんじゃないかなっていう感じです。はい、1位リベンジャーですね。で、2位。2位っていうか、2番目。あんまり、面白いクソアニメみたいなのもあるんで、あんまりね、1位、2位っていう言い方はしたくないんですけど、便宜上ね、2番目ということで、はい。2番目、はい。2位はオートマタバージョン 1.1A ですね。これはもうゲームが成功してるんで、外れはないでしょうということなんですけれども、ゲームとはまた違ったキャラクターとかが出てたりとかで、原作が好きな人もう全然楽しめるかなということで2番目になりました。はい。3番目、光の王。これはね、ワウワウ限定みたいな感じだったかな、わかんないけど、光の王、押井守さんが作ってたんで、これもね、なかなか面白い感じでした。その炎があるじゃない。炎を使うと人間の体が爆発しちゃうみたいな、斬新な設定だったんで、興味がある人は調べてみてくださいということですね。はい、4番目、物語。物語は特に、俺は知らなかったんだけど、有名な人が作ってるとかじゃなかったんだけど、意外とそのキャラクターとかの動機がはっきりしてるというか、結構ね、分かりやすいキャラたち。分かりやすいっていうのは簡単っていう意味じゃなくて、感情移入しやすいっていうことかな。っていうキャラクターと、あと、そうね、セリフに無駄がない。違和感がないって言った方がいいかな。回になればなるほど違和感が出てくるんだけど、違和感がない話運びだったんで、僕は好きでした。物語ですね。はい、5番ハイカード。これも、同じような感じですね。これは超能力バトル系。物語はあれなんだけど、なんて言ったらいいんだろう。あれもバトルになるのかな。多分バトル。あやかしみたいな。つぐもがみって言ってたけど、あれかな？つぐもものエロくないバージョン。つぐもものエロくないバージョンです。つぐもも知らない人は、調べてくださいということで。で、ちょっと前後しましたけど、5番目、ハイカードですね。ハイカードは、これは超能力バトル系かな？でも多分これは不向けだと思う。不向け超能力バトルということでね。腐女子の方はぜひ見てください。6番目、ともちゃんは女の子。これは日常ギャグですね。これはなかなか面白かったです。ギャグはやっぱ、人によってギャグのセンス、好きなね、センスの差があると思うんですけど、僕は結構好きでしたよ、ということと、これも、同じですね。セリフに違和感がないという感じで、いいと思います。友達の女の子、恋愛かな？恋愛ギャグ日常みたいな 感じで、女の子と男の子、ね、ヒロインと主人公じゃないか。なんていう、女の子が主人公なんだけど、女の子の主人公と、そのもう一人、男の人がいて、それの友達役がいるんだけど、女の子ね。
女の子の友達役がいるんだけど、その友達が結構俺は好きだったね。なんかいい性格してまあキャラが立ってたという意味でなかなか面白いと思います。はい、7番目、転生王女と天才霊嬢の魔法革命。これはね、何でしょう、面白かったです。これナローなのかな、わかんない。ナローにしては面白かったような気がする。ナローじゃなかったらすみません、ちょっと調べてないんでまあでも面白かったです。これもあれですね、まあ転生ものなんじゃないですかちょっとタイトルから見て、まあ転生ものなんですけれども、まあ、転生ものによくあれなんか臭さうざさみたいなのがなかったんで、あ、なんだろう、主人公のキャラがね、なんかあれ、まあ、声優が同じだからっていうのもあるかもしんないけど、あのね、なんだっけな、あ、やべ、今ど忘れした、思い出した、あのガーリッシュナンバー、ガーリッシュナンバーっていう、あの勝ったなガハハっていう、あのネットスラングを作ったあの有名アニメ、ガーリッシュナンバーっていうアニメがあるんですけど、それとあの声優が同じ人やってて、でなんか性格も似てた、なんかすげえなんかうぜえ系の女の子、まあでもなんか僕はそういうのが好きなんで、はい、この位置ですね。はい、はい、次8番目、バディダディーズ。これは何だろうな、踏み気かな、踏み気じゃないかも、なんだろう、なんかスパイファミリーをちょっとなんかマイナーチェンジしたみたいな感じのアニメなんですけど、あとあ、まあでもそうね、スパイファミリーは男と女の子と子供じゃん。でバディダディは男と子供なんで、はい、まあ不向け、まあ弱不向けみたいな感じなんじゃないでしょうかということで、まあそういうもうアニメですはい、まあ悪くはなかったですね。で9番、あやかしトライアングル。これはまああれですね、あのトラブルのなんかちょっとバトル入れた、トラブルもバトルあったか、まあ、トラブルをなんかバトル要素を強くしたのかな、わかんねえや、まあ、まあ1話の段階じゃわかんないですけど、まああやかしバトルが入りましたよと、トラブルにという感じです。次10番目、お兄ちゃんはおしまい。お兄ちゃんおしまいはそうですね、まあなんかそれなりに見れる日常アニメみたいな感じですかね。まあ話の転がり次第にはクソにもなるしまあ普通に見れるアニメにもなるんじゃないかなと思います。11番、大雪海のカイナって合ってるのかな、うん、これはなんかまた世界関係ですね。世界系とはね、世界系っつったら意味が違うか、なんかその世界観がすごい系のアニメがあるじゃん時々、そういう系だから1話の時点ではなんか結構世界観の説明に時間割いてて、まあそこまで大きななんか出来事は起きてないんだけど、まあその設定がまあスッと入ってきたというか、まあそこまでめんどくささを感じなかったんで、まあこれはあの後半の出来次第ではなかなかいいアニメになるんじゃないかなという予想で11番目に入れてます。12番、はいはい、で次12番、スパイ教室ですね。スパイ教室はまああのなんだろう、暗殺教室をなんか女の子ばっかにしてちょっとおっぱい大きくしてみたいな感じのアニメでスパイものにしたっていう感じですね。はい、それだけです。まあまあ元のフォーマットがあるんでね、まあそこまでこけることはないんじゃないかなっていうことで12番目ぐらいにしてます。はい13番、はい、もう1本、これ柔道アニメですね。あの女子高生にいろんな部活をさせるっていうことで、まあ柔道が出てきましたよということですね。で俺はこのアニメまあ面白いとは思うんですけど、まあ女の子は可愛くない、普通に女の子はあんまり可愛くないんで、まあ話で勝負したいのかなとは思った。どうなんだろう、まあまあ柔道やってる女の子はあんまり可愛いですまあなんでまあそういう部活ものとか情熱もの熱血ものっていうのが好きな人は全然
面白く見れるんじゃないでしょうかということで13番目に入れてます。はい、14番目の獣たちの夜、これはなんだろう、少女漫画系かな、なんかね、なんか結構その一人の女の子がいろんなお兄さんたちに囲まれてるみたいなアニメなんで、でも1話見た限りだと、まあ別にその何だから、なんだろう、少女漫画特有のなんか男性の描き方みたいなのあるじゃん、そういうのが、まあそういうのはまあちょくちょく見えるんだけど、話自体は悪くなかったんで、まあ14番目ぐらいに入れてます。これはまあ一応バトルものになるのが分かんないけど、まあそんな感じです。特に言うことないかな。15番目、はい、ツンデレ悪役令嬢リゼロというと実況の遠藤と解説の小林さんということで、これはなんだろうな、なんかうん、まあゲームの中のそのまずあれね、あのゲームがあるのね、なんかよくわからんあれかな、恋愛ゲームかな、わかんないけどギャルゲー、まあ、ゲームがあるんだけど、そのゲームの中にそのプレイしてるこの遠藤くんと小林さんっていうのがなんか声を送るって、でそのゲームのキャラクターが反応してなんかそのストーリーが進んでいくみたいな感じのアニメなんだけど、なんだろうね、なんかもういろいろ設定こねくり回してなんかよくわかんなくなっちゃったみたいな。まあわかんないですけど、僕はあんまり好きじゃなかったかな。うん、まあでもなんか設定の目新しさというか斬新さみたいなところで、まあ15番目ぐらいに入れてます。はい、で16番目、便利屋斎藤さん異世界に行く、これはですね、まあなんか、まあ、便利屋が異世界に行ったって、まあギャグかな、あれ多分ギャグになるんだけど、まあギャグもそんなに面白くなかったし、まあ転生ものはもうそろそろ飽きてきたよっていう感じですね。特に面白くもなかったかな。うん、まあだから16番目ぐらいに入れてます。まあこの辺が大体面白くない、面白い面白くないの、まあ、境目ぐらいになるんじゃないですか。わかんないですけど、17番目、はい、犬になったら好きな人に拾われた、これなんだろう、エロい、はい、5分アニメだったかなこれ、なんか、うん、エロ枠です。エロ枠はまあ需要が多少あるんで17番目くらいに入れてます。はい、18番目、アルスの巨獣はね、まあこれもなんかファンタジーかな、だから系統で言ったらなんかカバネリみたいな、なんか違うかも、わかんない。あんまりちょっと例えるの難しいんだけど、まあだからなんか、うん、むずいねこれ、なんか、まあなんかちょっと例えるのむずいから、うん、ごめん、例えられなかったんだけど、単純に面白くなかった、ごめん、これ設定がどうとかじゃなくて単純に面白くなかったのね、だからちょっと18番に入れてます。すいません、これに関してはまあでも興味がある人は見てください。これはもうすいません、好みの問題でここに入ってます。19番目ですね、19番目、シュガーアップルフェアリテール、これも少女漫画かな、なんか少女漫画系のストーリーなんだけど、まあ、でファンタジーか、なんか妖精と一緒になんか女の子が旅をするのかな、わかんない。まあでも俺はなんか設定とかにすげえ違和感があって、いやそうはなんねえだろみたいな、なんかツッコミどころが多くて、なんかあんまりなんか納得感がなかったっていうところで、まあ、19番目にしてるんですけど、まあこれ少女漫画だからかな、少女漫画系統ってなんかさ時々やばい作品出てくるじゃん。だから、まあそういうもんなんでしょうという感じで割り切ってみれば、まあ面白いと思います。20番目、英雄を武を極めるため転生するですね。
で、これはあれか、転生ものなんですけど、英雄王、なんか、元の世界で英雄だった王様が、なんか、武を極めるために転生するんだけど、あ、これあれ、タイトルの最後のとこ、オス、メスのマークあるじゃん。で、そのメスのマークが入るんだけど、なんかちっちゃい女の子の子供に転生するっていう、ちっちゃい女の子っていうか、女の子に転生しちゃったっていう感じで、ちゃんとナローのなんかうざい主人公だったんで、僕は嫌いでした。嫌いでした。はい。21番目。とんでもスキルで異世界放浪飯ですね。これはなんかまあ、異世界で飯を振る舞う役の人がいるっていうだけの話で、まあ、異世界で飯やるアニメは別に他にもあったし、なんだろうな、なんか、なんとかネタをひねり出したみたいな感じで、なんでそんなことになってんのかもよくわかんないし、俺は好きじゃないね。まあまあ、ナロ系が好きな人はいいかも。わかんない。はい、22番目。久保さんは、モブを許さない。これね、僕って書いてモブって読むんだけど、なんかね、主人公がね、なんかすごい存在感が薄くて、他の人にもなんか気づかれないみたいな感じなんだけど、その久保さんっていう隣の席の女の子にだけはなんか見えるっていう、あの、自分に都合のいいアニメなんだけど、ね、主人公がなんか感情がなさすぎて、まあね、感情がないっていうわけじゃないんだけど、なんかカカシなのね、主人公が。なんかすごいずっと表情が変わらないというか、見ててあんまり面白くないです、主人公の、なんだろう、まあ面白くないまあまあまあ、でもこれが後半になって変わっていく可能性もあるんで、まあ、全然見てもいいんじゃないでしょうか、ということで。はい、23番。老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。これはですね、まあなんか、まあこれも転生ものになるのかな、異世界もの、まあ、転生とは違うか、異世界か、異世界に行くんだけど、なんか知らないけど、このアニメは異世界と現世の行き帰りができんのね。なんか自分の そういう特殊能力なんだけど、これってなんか意味あんのかなと思って、異世界ものって結局戻れないから意味があるんじゃねえかなと思ってで、じゃあなんで現世に行かないのって、現世別に帰れるんだったらね、こっちの世界にいたらよくねって思うんだけど、このこっちの世界で家族が全身でんのねだからそういうなんか舞台設定のために家族を殺すみたいな、そういうの俺あんまり好きじゃないから、まあ、設定に難ありっていうことで23番目ぐらいに入れてる。まあそんぐらいかな、異世界。まあ特に面白みもないしね。異世界ももう見飽きたしね。はい。まあクソアニメとして見るんだったらまあいいんじゃないでしょうか。まあ。こんな感じです、24番ユナイトアップ。これはアイドルものかな、なんか男性のアイドルものなんだけど、なんか歌が好きな少年がいて、その友達が勝手にその主人公の歌を YouTube に上げてて、そしたらなんかアイドル事務所からなんかスカウトが来たみたいな感じのそれでアイドルになりますまあまあまあ、人生そこまでうまくいかないんじゃないのっていう感じはあるんですけれども、まあ、アイドルものとして普通に楽しめばいいかなっていう感じですね。ただ僕は別に男なんで、男性アイドルものはあんまり興味ないかな。これ女性だったらもうちょっとランクアップでしてたかもしれないです、ということで。はい、25番目。人間不信の冒険者たちが世界を救うようです。これはね、なんだろう、本当に
こいつら本当に人間不信なのかみたいな、ただ頭が悪いだけなんじゃないのかみたいなで、ツッコミどころが多くて、別にそこまで新しいこともしてないし、納得感もないし、キャラに感情移入もできないっていうことで、まあ、あんまり良くなかったかなっていう印象ですね、25番。うん、まあ見ないでいいかなっていう感じです。はい、次26番目、異世界のんびりのか。これはね、あの、まあ、異世界もので、まあチート系の能力を手に入れてのんびり農家をするっていう話なんですけど、まずそもそもそのなんか農家をバカにしてる、バカにしてるわけじゃないんだけど、なんかその農家って結局苦労して作物を手に入れるから、なんか嬉しさとかなんか喜びとか、あ、ごめんね、嬉しさとか喜びとかが出てくるものだと俺は思ってて、そこをなんかチート能力でなんか苦労したとこだけ取り除いてその農業するっていうのは、そこは俺どうなのって思ってこの位置に入れてます。ただ農業自体はなんかちゃんとしてんのかな、なんかわかんない、俺農業詳しくないからわかんないけど、ちゃんと農業はしてた、一応一応農業はしてましたっていう感じですね。はい、次27番目、氷属性男子とクールな同僚女子ということでね、これこの感じだと男の方がメインなのかな、うん、1話も男の方が描写多かったような気がするけど、なんか一人女じゃねえ、男がいて、まあその女の子がいるんだけど、その氷属性なのねこう意味わかんないと思うけど、そのなんかその男の子が緊張したりそのなんかすると、なんか周りに雪が降るみたいな、なんか超常現象が起こるんだけど、それをなんかその同僚の女の子がなんかいろいろ反応するっていうか、まあただ別にね、そんな氷降らせて何が面白いのっていうこともあるし、あとなんかあれだね、なんか後半急になんか変な関西弁使い始めたのが俺すげえ気になった。別にそういうのいらないかなと思って、氷属性なのかあの関西弁なのかどっちかにしてくれっていう感じですねはい、まああんまり面白くないですこれは。なんで原作はピクシブだったかな、まあわかんないけど、まあ、まあ別にピクシブをバカにしてるわけじゃないんだけど、まあやっぱちょっと普通の編集者を通すよりは下がってるなっていう印象だったね、うん、はい。28番、ね、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件ということで、これはなんかマンションのお隣さんに同級生だったかな、ちょっとごめん、あ、まあ多分同級生なんだけどの女の子がいて、まあ、自分は男でね、自分っていうか主人公は男で、その同級生の女の子が隣の部屋にいるんだけど、なんかいろいろおせっかいをかけてくるっていう、なんかすげえもう妄想を詰め込んだような話でした。あの調子が良すぎて僕は嫌いでした普通にまあなんでそういうことをしてるのか動機が見えてこないっていう意味で28番目に入れてます。はい。29番、最強陰陽師の異世界転生記。これは、まあ、そうね、異世界転生の、まあ、ナロー系で、まあ、なんか、元が陰陽師で、魔法が使える世界に転生したんだけど、その、魔法の能力じゃなくて、もともとあったその陰陽師の力、妖力っていうのかな、わかんないけど、を使って、なんかその、何無双するっていうことか、無双するっていうアニメなんだけど、まあ典型的な鼻につく主人公と、イキリ
が、もう見飽きてる、マジで見飽きてるし、うざいなんで、まあ、29番に入れてます。はい、で30番、解雇された暗黒兵士、30代のスローなセカンドライフっていうことで、あの30代のなんか、まあ、暗黒戦士兵士か、なんかもともと魔王がいて、その魔王の側近だったみたいな感じなんだけど、その側近がなんか解雇されたで、なんかどっかの村でスローなセカンドライフを送るっていうアニメなんだけど、30代のセカンドライフ、しかも男、誰が見たいねんっていう話。面白くもないし、ギャグもなんか面白くもないし、いや、これマジで見なくていい、これは。他はなんか面白くなる未来がちょっと多少あるかなって思うけど、これは多分ないんで、見なくていいと思いました。はい。で、31、冰剣の魔術師が世界を滑る。これもナロー。ナローだし、もういいわ、さすがに。何しね、なんだろう、回25番目ぐらいから言えるんだけど、あのうざい登場キャラクターがうざくて、なんか嫌い、好きになれ、嫌いっていうか好きになれないんで、まずそこの時点で作品を見る価値がないかなっていうことですね。はい、冰剣の魔術師っていう、なんかすごい魔術師なんだって主人公が、知らんけど、これ見なくていいです。で、32、テクノロイドオーバーマインド。これはなんか、もう、話す価値なし。ただただゴミ。終始面白くなかったわ。まあ、気になる人は自分で見て判断してみてくださいということでね。まあ、ちょっとあれでしたけど。まあ。まあ早口で喋ってきましたけれども、まあそうね、13、もう一本、1から13番目ぐらいまでは全然見てもいい面白さだったかなって思うんで、まあ、皆さんもね、興味があったらぜひ見てくださいということで、ありがとうございました。まあこれ第1話の時点なんで、まあ、最終話見終わった後の最終的なそのランキングみたいなのも、まあ、やろうかなって思ってるんで、まあ、よかったらその時も視聴していただけたらなと思います。ありがとうございました。